浦和ジュンション今服チャレンジ。みなさんこんにちは、楽天競馬ポイントもらっちゃう娘ポームスの森永まんやです。2022年最初の放送回となります浦和重賞馬服チャレンジ、今回は1月19日水曜日に行われますニューイヤーカップの予想を行ってまいります。今回もこの方と一緒にお届けします。マリナルさん。はい、同じく楽天競馬ポイントもらっちゃお娘ポームスの津田マリナです。よろしくお願いします。そして浦和競馬のいろいろなデータをまとめてくれる浦和競馬オリジナルキャラクターの浦和アルくんです。浦和アルくんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この動画はいつでもどこでもスマートフォンやタブレット端末で見ていただけるように縦画面の動画となっております。画面の右下の方にあります四角のアイコンをタップすると全画面で視聴できますので、ぜひそちらでご視聴ください。1番人気から4番人気の馬が2着以内に来る確率が高いというデータになっている浦和競馬で行われる重賞レース。地方競馬ビギナーでも予想しやすい1着と2着になる馬の組み合わせを当てる馬券、馬服で的中を目指そうというこの番組、昨年の5月白鷺賞編から前々回予想した11月の浦和記念までデータの裏付け通り1番から4番人気の馬は必ず1着か2着のどちらかには入ってるんですよね。マリナルさん。そうなんですよ、データ通りしっかり1着か2着に入ってきてくれていますし、はい、組み合わせによっては意外と配当もつくんじゃないかなっていうような感じですよね。そうですね。さあ、それでは前回はどういう結果になったのでしょうか。12月21日に行われたゴールドカップを振り返ってまいりましょう。私たちはこういう風に馬服を買いました。じゃん。はい、私は注目馬として取り上げた5番人気のグレンツェントが1着か2着に来ると予想しました。相手に選んだ3番、5番、7番の3頭へ予算の3000円を使って3通りの馬服を資金配分で購入しました。ちなみに楽天競馬のオリジナル機能資金配分の詳しい説明は初回の動画で確認いただけます。今回の番組の概要欄からもチェックできますので、ぜひ活用してみてください。はい、私は2番人気の5番ティーズダンクが1着か2着に来ると予想。相手には3番、7番、8番へ予算の3000円を使って3通りの馬服を資金配分で購入しております。ではレース映像とともに振り返ってまいりましょう。はい、逃げたジョーロノがいっぱいになったところで抜け出したのがベストマッチョ。しかしさらにその外からティーズダンクが先頭に立っていきます。そこに1番人気モジアナフレイバーが末足を伸ばし差を詰めていきましたが、ティーズダンクが首差しのぎ切り4つ目の重賞タイトルを獲得しました。はい、ということで私の本命2番人気のティーズダンクが1着、そして2着も買い目に入れていた1番人気のモジアナフレイバーとなり、おかげさまで的中となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。もうレース終わった瞬間めちゃくちゃ嬉しそうな連絡来るんだもん。いや嬉しかった、当たりました、当たったって分かったよもう。もうね、いや嬉しかった。ただですね、こう馬服は1番人気の組み合わせでしたので払い戻し金は350円だったんですけれども、ここでですよ、資金配分機能を使っておりましたので、まあ、安めの配当ということで厚めに買っていたんですね。そして私は2000円分購入していたので払い戻し総額は7000円となり4000円プラスとなりました。資金配分すごいな。資金配分機能に救われました。こういう時やっぱいいですよね。ね、そうなんですよね。あの結構つくところは薄くして安いなってところはしっかり厚めに買えるおかげで馬券当たってしっかりプラスになったわけですね。はい、そうなんです。資金配分様々でございました。さあ、それでは4連続的中を目指して今回の予想レース1月19日水曜日に行われますニューイヤーカップの予想に入ってまいりましょう。
まずは昨年のレース映像を見ながらこのレースについて教えてください。マリナルさん、お願いします。はい、南関東所属の3歳馬限定の重賞競争です。昨年の優勝馬トランセンデンスはその後クラシックの羽田杯を優勝、2017年に勝利した東ビルウィンはその年のジャパンダートダービーを制するなど若き3歳馬の登竜門ともいえるレースです。距離は今年から1500メートルとなり、より拮抗した戦いが期待されます。ありがとうございます。ここで浦和アルクンまとめのニューイヤーカップの過去10年の成績を見てみましょう。ご覧ください。はい、直近10年の優勝馬から5頭のクラシックホースが誕生しております。また2016年の羽田杯優勝馬タービランス、2018年の東京ダービー馬長谷野パイロ、2019年の東京ダービー馬光陽素など、敗れた馬からもクラシックで活躍する馬が出ていますね。さあ、ということでもう少しデータを深掘りしていきたいと思います。まずは浦和アルクンまとめデータ、人気別成績からご覧いただきましょう。はい、一番人気の勝率は 30%、 連帯率は 60% とまずまずの成績です。一番人気から4番人気までの勝率は 90% と、軸は上位人気で決まっております。3番人気の勝率は 40% と高いです。次に所属別成績です。浦和所属馬の4勝はすべて小久保聡厩舎所属となっております。ただ浦和4勝となっているんですけれども、船橋も3勝、大井2勝、川崎1勝と、まあ、浦和、船橋、大井所属馬勝率連帯率ともに拮抗しております。最後に馬服にも注目してみましょう。ニューイヤーカップの過去10年の馬服の払い戻し金です。はい、ご覧のようになっております。馬服平均配当は1416円となっております。その他、過去5年間の浦和重賞人気別成績、騎手別データ、そして調教師別のデータは初回の白鷺賞編で確認できますので、ぜひ参考にしてみてください。今回の動画の概要欄のリンクからもご覧いただけますので、ぜひそちらもご確認お願いいたします。それでは今年の出走馬を見てみましょう。こちらです。はい、マリナルさん、今年の出走馬見ていかがでしょう。はい、今年のクラシック戦線での活躍が見込める本当に楽しみなメンバーが揃いました。今年から1500メートルに距離が変更になっているので、その点が今後どうクラシックにつながっていくのかが注目です。そうですね、はい、さあ出走馬を見たところでこちらのコーナーに参りましょう。ポームスピックアップ。はい、ここでは私たちが上位人気に来るであろう4頭とその馬の注目ポイントを紹介していきます。私たちのピックアップした4頭はこちらです。はい、ということでマリナルさん、まずはノブレスノアからお願いいたします。はい、地元浦和からは小久保厩舎のノブレスノアに注目です。ハイ成功記念では見事逃げ切り勝ち、直線では激しい追い比べになりましたがしぶとさを見せました。今回もそのハイ成功記念のようにマイペースな逃げに持ち込めるかが鍵となりそうです。ミゲル、ここ2走続けて2着、特に2走前のハイ成功記念では逃げたノブレスノアを外からぴったりマークして2番手でレースを進めました。ゴール前はいい足で伸びてきて2頭の追い比べとなりましたが、わずかに及ばず惜しい2着でした。これまで4回コンビを組んで2勝を挙げている本田正重騎手に手が戻ってどんな走りが見られるか注目です。続いてはカイル、これまで重賞戦線で常に上位争いを演じてきています。ハイ成功記念では前の2頭からは離されましたが、ゴール前はしっかりと足を伸ばして3着という結果でした。金層なかなか勝ちきれないレースは続いているものの、崩れない安定したレースぶりから期待の1頭です。最後にダイナソー、今回が北海道競馬から大井への転入初戦となります。これまでブリーダーズゴールドジュニアカップ3着、
札幌クラシックカップ2着とハイレベルな2歳戦が行われる北海道競馬で強豪馬相手に戦ってきた経験と実績に注目です。はい、マイナルさんありがとうございます。注目馬4頭の紹介を終えたところで、私たちのニューイヤーカップ馬服チャレンジ予想を披露したいと思います。今回も3000円を予算に3通りの馬服馬券を買いたいと思います。そして的中しても購入金額よりも配当金額の方が少ないという現象、通称トリガミを回避するために楽天競馬の資金配分機能を活用していきたいと思います。ではマリナルさんから発表お願いします。はい、私はこんな感じで馬服チャレンジしたいと思います。はい、フォームスピックアップの4頭そのままで行かせていただきます。はい、で軸はノブレスノワとしました。前走はちょっと厳しい競馬になってしまったんですけれども、地元浦和では3戦3勝と負けなしですから改めて期待します。さあ、マーヤの買い目もお願いします。はい、私はこんな感じで買ってみます。はい、ということで実は私はあの4頭のピックアップした馬ではないんですけれども、フレールフィーを本命にしました。はい、実はですね、ニューイヤーカップここ2年浦和ジュニアチャンピオンの勝ち馬が馬券に絡んでいるんですよね。しかも昨年は浦和ジュニアチャンピオンの1、2着がどちらも3着以内に入っているんですよ。で、去年の浦和ジュニアチャンピオン勝ったのはフレールフィーユなんですよね。そちらの前走を見ていただきたいんですけれども、4コーナーでは内で逃げるジョーストーリーの手応えの方がよく見えたんですが、直線向いてからのフレールフィーユの末脚が素晴らしく、結果コンマ6秒離しての1着、この勝利が待望の勝利、初勝利となったんですけれども、まあ、今回重賞となって相手は強くなりますが、前走の強い競馬を見せてくれたところを私は期待して今回本命にしてみました。いや、ちょっと現時点では人気がねまだわからないんですよね、マリナルさん。はい、わからないんです。今回のニューイヤーカップ結構上位拮抗ムードで、人気も1番人気から4番人気、はい、一体どの馬が入るんだろうっていうような感じでこう迷っちゃうようなそんなメンバー構成ですから、はい、もちろんこのフレールフィーユも注目の一頭になりますよね。ということで、私たちの予想と浦和ルくんのデータを参考にしながら、皆さんもぜひニューイヤーカップを馬服チャレンジしてみてください。それではここでお得なキャンペーン情報のお知らせです。楽天競馬では馬券を買わなくても1着を予想してエントリーするだけでポイントゲットのチャンスがあるみんなの予想大会を行っております。抽選で10名様に1万ポイントをプレゼント。抽選に外れた方に対しても全員で10万ポイントが山分けされるチャンスとなっております。皆様ぜひご参加ください。またお試しキャンペーンと題した新規会員向けのキャンペーンでは、会員登録するだけで1000ポイント、登録完了日を含む7日間はどのレースを買っても購入金額 10% 分のポイントが還元されます。詳しくは楽天競馬ホームページをご確認ください。さらに1月17日月曜日から21日金曜日に浦和競馬場で実施されるレースの馬券を3000円以上購入した方を対象に、秩父特産品詰め合わせが当たる浦和競馬特産品プレゼントキャンペーンも行っております。こちらは最大10口までとして、3000円ごとに抽選権利が1口追加になるキャンペーンですので、皆様ふるってご参加ください。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。第65回ニューイヤーカップは1月19日水曜日、浦和競馬第11レース15時45分発走予定です。当日は楽天競馬公式 YouTube と浦和競馬公式 YouTube での同時配信企画、予想で論破浦和競馬徹底生討論をお送りいたします。出演者が力を合わせてプラス収支を目指します。皆様ぜひこちらもご覧ください。はい、そして次回の動画は
2月23日祝日の水曜日に行われますユングフラウ賞でうまふくチャレンジしていきます。こちらもお楽しみいただけたらと思います。2022年最初の浦和競馬開催、ここも的中といきたいですよね、マリナさん。やっぱりニューイヤーカップですから、当てていい1年のスタートを切りたいですし、はい、やっぱりこのレース本当にクラシックに直結しやすいと思うんですよね、これまでを見ても、うん、で今年結構上位拮抗ムードを漂ってるなって思うの で、はい、まずはここしっかりチェックして私たちもクラシックに備えたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは締めに参りましょう。マリナさん、お願いします。ニューイヤーカップで馬服チャレンジ、投票オン。ありがとうございました。みんなの予想をライブ中継、スマホ一つで地方競馬全国制覇、便利どこでも買える、お得ポイントたまる楽天競馬投票。